はい、皆さんこんにちは。このように Mac、iPhone、iPad と、まあ、3点セット、まあ、あと Apple Watch とね、4点セットの方もね、多いと思うんですけど、で、まあ私ね、これ使うにあたって結構純正のね、Apple 製のアプリを使うことが多いんですけど、で、今日はですね、まあその純正アプリの中から10個ほどですね、私がよく使うものをピックアップしてご紹介したいと思います。で、結構ね、操作はシンプルなんだけど、優秀なアプリ多いのでね、まあ、改めてご紹介という感じでございます。それでいきまーす。はい、ということでまずね、一番好きなやつ、毎日大活躍のメモなんですけど、でもこちらね、やっぱりもう私はね、本当にね、よく使っています。で、まあメモってね、まあ、iPhone でも iPad でも、まあ、あとは Mac でもねありますけども、まあこれが、まあ昔からね iPhone で使ってましたけど、ここ近年ねすごい進化を見せていまして、まあ何がいいってやっぱり iCloud 同期ですよね。このように1台で更新すると、ちょっと待ってるとね、まあ、ものの5秒以内に更新されるということで、これ iPad 以外でも、まあ、Mac の方もね、これキーロック更新された場所が光っていますけども、まあ、瞬時にね、反映されるんですね。で、なんでね、これ、例えば、まあ、iPad 持ってるときは iPad、そして Mac をね、使ってるときは Mac。で、まあ、あとはね、iPhone のときは iPhone ということで、まあ、なんかね、そのとき一番近くにある端末を使えばですね、まあ、何でもね、こうメモができるってことで、まあ私はね、なんかアイディアからね、あとは、まあその日の動画をどうするかっていうね、まあ構成を考えるのに使ってみたり、で、あとは Mac で動画の書き出しという高負荷作業中に、まあそれに集中させたいためにですね、こっちの iPad Pro の方で、この動画の説明欄のね、文章を書いたりとかしてるんですね。まあ負荷が分散されるんでね、それはとてもね、いいなというね、ところですね。で、近年は同期以外にも結構進化を見せていまして、まあ、例えばね、これも iPhone ですけど、まあ、このペンシルね、手書きのメニューとかがあって、まあ、特に iPad で、まあ、手書きについてはですね、Apple Pencil が活躍します。で、あとはね、このチェックマークの自動的に入るやつなんかっていうのもね、ありまして、で、まあ、これ使うことによって、まあ、リマインダー使うのもいいんですけど、まあ、例えばね、まあ、1日1日レベルの、まあ、その日のトゥードゥーみたいなものをね、こう書き出しておいて、まあ、仕事に入ると、まあ、これね、やり漏れがないというね、まあ、そんな感じのね、ことがね、ありますね。まあ、その他、カメラ関係とかね、写真関係貼り付けることもできますし、まあ、あとはね、書類をスキャンして、まあ、このスキャンした書類をまとめていくこともできるということで、まあ、活用次第でね、もうこれ、いろんな使い方ができるのが、この純正のメモアプリかと思います。はい、お次、気軽なビデオ通話、FaceTime ですけども、まあ、いろんなビデオ会議のね、アプリとかありますけど、まあ、Apple 製品同士だったら、まあ、FaceTime が一番手軽で気軽でいいですよね。で、まあ、このように、連絡先からですね、まあ、住所録を選んで、まあ、ここからですね、まあ、FaceTime オーディオとか、FaceTime を、まあ、かけることができたりします。まあ、とにかくね、この Apple 製品のユーザーであれば、Apple ID をね、お互いに知っていたり、まあ、iPhone の場合、電話番号を知っていれば、まあ、かけることができるということで、まあ、この最初は FaceTime オーディオの方から入ってですね、まあ、つながった時点で、のビデオ通話に切り替えることなんかもできるということで、まあ、結構ね、まあ、誰でも使えるようなインターフェースになっているので、まあ、この、まあ、遠く離れたね、両親とかおじいちゃん、おばあちゃんとかね、まあ、そういった方と通話するのにはね、非常にやりやすいですね。で、まあ、これね、着信時もですね、何がいいって、この iPad、iPhone、Mac とですね、まあ、それぞれ、まあ、鳴るような設定にしておけば、まあ、何を使っている時でも、まあ、出ることができるということでですね、まあ、例えばね、iPhone で出るとしたらね、まあ、こんな感じになりますけども、まあ、家族や友人、そして先日なんかだとね、正月に離れた家族同士で、顔を見ながら話せるのがね、とても良かったです。で、お次、シンプルなのにパワーアップした純正カメラアプリですね。で、こちらですけども、まあ、この使い心地はもうね、本当 iPhone が出てきた時から、まあ、ほとんどね、大きくは変わってないんですけども、まあ、機能がね、どんどん追加されてきて、まあ、もちろんね、これハードの、まあ、例えばね、A14 チップなどの、まあ、原因もありますけども、まあ、ポートレートモードなんかですね、まあ、背景のボケた写真がですね、とても精度よく綺麗に撮れるようになりました。まあ、あとはね、まあ、ビデオなんかについても手ブレ補正がどんどんね、ハード面でもソフト面でも良くなっていますね。超広角も撮りやすいです。
で、まあ、あとはね、何がこの純正カメラいいって、Apple Watch との連携ですよね。で、これ Apple Watch でこのプレビュー画面を見ながら、まあ、シャッターを押したりとかですね、設定自体も、まあ主要なものはね、変えられたりするようになっていますんで、で、まあこれは離れた位置からのフロントカメラでもいいですけども、で、まあそれだけじゃなくてですね、この背面カメラを使ってプレビューを確認しながらシャッターを押したりとかね、できるっていうのがまあとてもね、いい点で、まあ Apple Watch と、まあ、iPhone と両方持ってる方にとってはですね、まあとても便利な機能となっています。まあサードパーティーでね、使えるアプリがないわけではないですけどね。でもこれ写真なんかについてはね、 A14 チップ、まあ、A13 チップあたりからそうですけども、まあ、とにかくねコンピューテーショナルフォトグラフィーという、まあ、この加工がですねすごくて、食べ物なんかもね、普通に撮るだけで美味しそうに写ったりします。まあそんなんで、まあ、サードパーティーのカメラアプリ使ったりもしますけども、結局これを使う機会のが多いというのがね、まあ、この純正カメラアプリでございます。で、お次、初めて動画編集やるなら iMovie ということで、まあこれはね、Mac 版をね、見てね、いきますけども、まあ、iPhone、iPad も、まあ、ちょっと違いますけど、同じく iMovie はね、無料で入っています。で、まあこの iMovie はね、私が初めて使った動画編集のアプリなんですけど、まあこれがなかったらね、こんな YouTube をね、一生懸命なんてね、やんなかったと思います。で、まあ何がいいって、まあ制約はね、いくつか結構あるはあるんですけども、まあ、動画編集アプリの中でね、一番とっつきやすいというか、ハードルの低いものかと思います。まあ、この無料でね、使えるっていうことが、まあ、一番のね、まあ、ハードルの低さもありますけども、まあ、操作感がね、非常にいいので、まあ、初めてやってもね、戸惑わずに使える可能性が高いというね、ことでね、とてもいいですね。で、まあ、テロップが好きな位置に入れづらいとか、まあ、あとは 4K は 30fps までとか、まあ、そういった制約があるにはあるんですけども、まあ、初めて使うにはね、まあ、これとてもね、おすすめできます。で、使ってみて、より複雑なことをやりたくなった場合には、Final Cut Pro にアップグレードすればいいというね、感じで、まあ、ちょっと操作感は違うんですけども、まあ、かなりね、近いものとなっているという点もですね、まあ、この、まず始めてみるには、おすすめできるアプリではないでしょうか。で、お次、iPhone 同士なら iMessage ってことで、まあ、この日本だとね、LINE が一番主流だとは思うんですけど、私は相手が iPhone だって分かってる時は iMessage を使ってしまいます。で、まあ、iMessage もね、近年結構やれることも増えてきてまして、で、まあ、例えばね、この LINE でいうところのスタンプみたいなものが、このステッカーという名前で出てきててですね、で、しかも、ま、この、ミー文字がステッカーに使えたりするようになってきてるんで、まあ、これがね、結構ね、意外と楽しいんですよね。で、まあ、家族、友達なんかとね、まあ、こういった自分の顔のようなものをね、ピタッとね、つけたりすると、意外と楽しめるということで、私はね、結構ね、使う機会増えています。で、あとは、ま、LINE の場合は、スマホ1台につき1ログインしかできないというね、制約がありますけど、まあ、それがまずないってことで、で、まあ、LINE でもね、このタブレット、iPad はね、1台同時に入れますけども、iMessage は特にね、iPad の台数制限もないですし、まあ、あとはね、これ、iPhone2 台使っても、3台使っても、まあ、同時にサインして使うことができるということで、だからまあ私みたいにね、iPhone2 台同時に使ってる人にとっては、まあ iMessage はね、制約が少なくて、まあ使いやすいメッセンジャーということになります。で、お次は株価です。で、まあ株価って、まあ別に株式取引をやっている人以外でもですね、結構まあ見ると、いい点がありまして、で、まあそれがこの iPhone とか iPad とか Mac の、株価アプリっていうのがですね、結構ね、いいんですよね。で、まあこういう主要銘柄のね、話に加えて、まあ、あとはね、このビジネスニュースなんかがあるんで、まあ、これをさらっと流し見していると、まあ、今のね、経済動向が見えたりするというのとですね、あとはね、私の場合、ちょっとね、為替なんかが気になる仕事柄なんでね、まあ、この為替が、このアプローチでもね、チェックできたりするってことで、まあ、コンプリケーションに設定しておくとね、いつでも見ることができるというね、いい点がありますね。まあ、そんなんでね、結構まあ株価アプリ、まあ、このアップルの株価なんかね、見ていても、まあ、付随したニュースがね、ついてきますし、で、同じアプリが Mac でも iPad でも使えるというのもね、とてもいい点ではないでしょうか。で、お次、個人レベルの表計算なら Numbers ということでですね、まあ、これは iWork という、まあ、Apple のオフィスのようなもの、まあ、それの表計算のアプリケーションです。で、まあ、私のメインの用途はですね、個人的に、まあ、ちょっとお金を計算するときとか、まあ、あとはですね、これは Apple の決算書を読み解く動画を作るときにですね、まあ、アイテムごとの売上高なんかをグラフ化するのに使ったりしています。
で、これね、グラフを右クリックすると、このように、この PDF としてコピーっていうのがね、できたりするんで、で、これでね、コピーをして、Adobe のイラストレーターなんかに貼り付けると、これ PDF でコピーしてるから、まあ、後からね、これ編集がね、できるんですよね。まあ、そのあたりがいい点で、まあ、純正のメモなんかにもね、貼り付けられますよね。まあ、そんなんでね、Excel でガンガンね、データのやり取りをし合うというね、場合を除いてはですね、まあ、個人レベルの表計算はね、結構まあ、やれることも多いので、まあ、このナンバーズね、結構ね、おすすめできるアプリではないでしょうか。で、お次、新製品買うんなら Apple Store アプリということで、で、まあ、ウェブサイトで買うこともできますし、まあ、実店舗もね、Apple Store ありますけど、まあ、この iPhone と、ね、iPad の Apple Store アプリってね、非常にいいですね。これ何がいいって、新製品買うときに、なんか一番ね、アクセスが早いんですよね。で、反応もいいので、まあ、これで買うと結構ね、パパッと買えるというのがね、一番いい点ですね。で、まあ、それに加えて、For You っていうね、タブなんかには、まあ、今持っているデバイスへの、まあ、提案できる製品が出てきたりとか、まあ、あとは配送状況なんかも出てきたり、まあ、あとはセッションね、今ちょっとね、止まってますけど、セッションがあるときにはね、まあ、ここからセッション一覧見たりとかもできますし、まあ、いろんな意味でね、使いやすい Apple Store アプリとなっています。で、お次、横向きが秀逸な iPhone の計算機ということで、まあ、この計算機昔からありますが、縦で見るとね、本当にシンプルな電卓かなと思うんですが、まあ、こちら横向きにするとですね、これが関数電卓になります。で、まあ、それもいいんですけど、私が一番ね、いいなと思うのは、桁数が多いことなんですよね。このようにね、なんと16桁までね、計算ができるというのはね、とてもいい点ですね。で、最後、ウィジェットでパワーアップした時計です。で、まあ、こちら時計なんてね、まあ、前からあるはあるんですけど、このウィジェットが使えるようになってね、でかい時計が配置できるようになったりとか、まあ、あとはね、この知りたい時差のある4つの都市が表示できるようになったりしていますよね。で、まあ、このようにですね、時計のアプリ自体はの世界時計をね、ガンガン増やしたりもできますし、アラームもストップウォッチもタイマーも使えるということで、で、まあ、アラームタイマーなんかは Siri でもね、頼むことができたりします。で、ホーム画面に配置できるウィジェットは、まあ、今のところね、3つしかないはないですけど、まあ、このようにウィジェットがホーム画面に配置できるようになったことによって魅力を増したアプリっていうのもね、結構ありますよね。例えばスクリーンタイムもそうですし、まあ、このニュースのヘッドラインもそうだし、ポッドキャストや Apple TV プラスもそうかもしれないですね。ウィジェットのバリエーションは今後も期待したいところです。で、まあ、ここまでの10個以外でもですね、私は Apple 製品シンプルに使うのが好きなので、まあ、例えばメールなんかですね、iCloud でフォルダ自動振り分けを設定した上でですね、まあ、このメールアプリ純正のをね、使っている感じで、サファリについても、この iCloud でブックマークの同期をしているからね、サファリを使っています。で、あとは写真については Mac と iPad で iCloud 写真で同期してますから、まあ、これね、純正の写真を使って、まあ、カレンダーもそうですね。で、ミュージックはまあ賛否両論ありますけど、まあホームポットとかね、まあそのあたりとの相性がいいというのもあって、まあこのミュージックはね、Apple Music を契約して使っているというね、感じですね。で、マップについてはまあ近年ね、進化が目覚ましいので、Google マップから純正マップに移行したところでございます。はい、ということで今日は私がよく使っている Apple 純正アプリを10個ほどご紹介しましたけども、まあ、紹介するほどのものでもね、ないのも含まれていますが、まあ、やっぱ Apple 純正アプリってね、このシステムとの、まあ、統合っていう面ではですね、非常によくできているもの多いので、まあ、今回の10個のもの以外にもですね、使えるアプリたくさんありますんで、まあ、何かね、新しいことを始めたいとか、新しい機能をね、探りたいっていう時には、まあ、一旦純正アプリに立ち返ってですね、探してみると、まあ、これね、無料でシンプルに使えるものが多いんでね、まあ、初めてやるんならこのあたりからというものがね、見つかるんじゃないかと思います。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方は、いいね。そして、おすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。